はい、どうもワイワイと申します。よろしくお願いいたします。本日とってね、私あるゲームをちょっとなんか見つけましてですね、プレイしてみようと。タイトルがね、もうこれ見えてるんですが、ザ・ウォーキング、フィッシュ2ということで、まあ、直訳すると歩いている魚2ということで、何言ってんだろうこいつと思いまして、ならばやってやろうと、何を言ってるのかを分かろうという風な感じで始めていきたいな思います。早速ニューゲームでいいんですかね。ニューゲームをしていきたい思いますけど、ザ・ウォーキング・フィッシュ2っていうのはエクスパリエンスライブなんだと。フューチャー、将来ちょっと早いんだよって、早いから将来よくもっと良くなる期待を持って接してねってことね。Use F to interact with F でなんかオブジェクトにインタラクトするって。うわ、すごいぬるっと動くねんけど、超ぬるっと動く。あ、なにこれ、俺がカプセルか中から出てくるってことこれ。お、 F は押しているけど、 F は押しているけどここ、あ、ここやいや、すごいやん。もう悪いけど、開始30秒で酔うっていう感じやねんけどな。これ、どこに、あ、こっち行けばいいの？これは何？これなんか見んの？これ。パスワードとか言ってるよ。ああ、これパスワード押せってこと。ああ、なんか早速ほんと俺見つけてしもた。こうちゃう？おう。あ、ポッドイッシュ、エントリードオーバーライド。ポッドイッシュ、うん、ごめん、わからん。英語はわからんし、読みたくもない、別に。ポットさんは、アクティングはもうアクティブになったよ。We cannot risk another permature. Our warning if this isn't fixed soon, I don't know what will happen. はい、ありがとうございます。なるほどです。これは、お、なんか喋ってるよ、これ。iPod ちゃうのこれ。iPod 懐かしいな。これなんもできひんの？ちょっとごめん、止めて。もう。ここさよならしてええの？え、魚が歩くっていうことで僕ゲーム起動してるんですけど、なんか思ってる感じじゃないんですよ。思ってるよりすごいなんかダークな感じなんですけど、それはちょっと話として聞いてなくって、シフトで走んの？シフトで走んでて、ここわかへんの？え、ちょっとごめんなさい。そういうゲームなんやったら、そういうゲーム、これ走ってんのよ。そういうゲームやったらそういうゲームで言うてくれんと、エマージェンシー、危ないよ、コーリングオールニューなんとかだよ、言うてますけど、うん、大丈夫大丈夫。おいさんももう32歳やからな、自分の身は自分で守るけどな。うん、どこ行ったらええの？こっちでええの？てか、だいぶ背高ないけお前か、だいぶ天井が低いか。いや、2つに1つ、あ、こっち？もうなんか書いてあるわ。ファクト9とか、何これ、そんなんせなあかん、そんなんせなあかんことある？生きてる中で左曲がるときとかこうしようか、ほんとこう俺それで行くわ、こう左曲がるバイクで走ってみたいな、ほらいいやん、鈴鹿走ってるときみたいな。あー、ここ空いてるよ、ちょっとこれ、これは、なんでこのうねうね動くの？どうなってんの俺の体は。相対性理論でも働いてるんですかっていうような動き方するけど。あ、これなんかあるわ。あれちょっと見てみる？これちゃう？これ明かりつけたりとかするんちゃう？これでほら。うわ、持つことさえ許せない、もう。え、なにこれ、襲ってくる系とかそういうのじゃないよな。俺は、え、そうなん？これは。え、面白いゲームやっていうことでおじさんやってるんですけど、だから何も身構えてませんが、ならば、そうだと言ってくれないと、こっちも、身が、え、ちゃうやんな。え、なんかそう、いや、待って、確かめた方がいいんちゃう？それ、先に。え、まあ、行くじゃん。うん、何これ。あ、図書館。うわ、すごい、ここ何？うわ、すごいやん、なんか。よくインスタでこういう橋見るわ。なあ。インスタで、あー、なんかこういうのあった方だ。はぁって言うてんけど、ほんで。なんか、光る棒を取ったはぁっていうゲームを俺初めてやわ。ほんでいつになったら魚は歩くんやろ。これは何なんこれ。会計事務所ですかっていうぐらいファイル保存してあるけど、
多分義務的なもんやと思うね。3年ぐらいは保管しとかな、7年やったかな、保管しとかなあかんみたいだな。そういうこと。あ、ここにも iPod。 俺 iPod 聞いてもでも英語わからへんから、もう iPod 聞かんでも構いません。あ、ここに、ここにはめるんちゃう、これ。あ、ちょうど俺ほな2つ持ってるわ。ん、なんかピショピショなってるけど、え、そういうゲームですやん。あれおかしいな、俺が思ってる感じじゃないな。じゃあ、え、余裕で夜中にやってるんですけど、ちょっとそうなってくるとなんかこっちでピショピショ言うてんねんけど、うわうわ、何、どっか分からへんねんけど、なんか向こうの方から、うわ、なんか走ってきた。魚じゃないし、ほんで魚じゃない、なんか走ってきてる。何これ、これ魚なのかな。噛まれた。てっきり死ぬもんや、でもだけど、おじさんは。どうしたらいいの。魚追いかけてくるんだけど、どうやら魚らしき何かが追いかけてくるんだけど、あ、こっちは、こっちは、あ、これ戻ってしもうてるやん。あかんわ、戻ってしもうた、あかん、なんか倒す方法があるはずやわ。いや、すごいもん、あいつの形とか見た、なんか。泳ぐ気とかさらさらないっていう感じだもん。人生がバタ足っていう感じ。あ、なんとか、なんとか耐えられたみたい、これ。わからんけど。ちょっと、一定の距離離れると大丈夫っていうことなんかな。で、俺こっち行ったし、え、行ってへんとこあんのかな。え、でも俺行き止まりなんじゃないの、あこは。なんかこっちか。え、でこっちでなんか 見なあかんのか。じゃあ俺見つからん状態でこっちに来なあかんかったとか、そういうことなのかな。なんか書いてる、あ、なんか書いてるっていうか、これな、なんやこれ、これちゃうか、これなんかするんちゃう。あ、んな、な、え、ま、え、ちょっと待って、起点を説明せ、起点を。どっから光は来てんの。お、クリオポーツから来てんの。クリオポーツ、もう中心があらへん。こうでいい、これ右行った、右行った、ギューン下行って、これ上行って、ギューン、え、分からん。せめて目標は掲げてくれんと。うわ、何これ、なんか置いてあるで、よう見たら。うわ、ほんでお前、これ体じゃん。この体の中に、せいろが水がいっぱい入ってる。うわ、何これ、せいろが取れへんの、これ。うわ、せいろが取れへんわ。ほんで、この魚見て。たこ焼きのソース塗るやつみたいな、綺麗してるわ。あ、漁業医さんや。漁業医さん、ちーす漁業医さん。俺、あれ漁業医さんと名付けてん。でな、どうしたらええんかは説明してくれんとな。おじさんも絶対分からへん。これ逆か、逆にこっちに、え、でも普通スタートは映さへんか。こう行ってじゃないの。こう下行っても意味ないやろ。こう右行って、上行って、あ、上行ってこっち行ってもうたわ。上行ってずーっと、うわ、上行ってもうたわ。ほんとちゃうわ。あ、これ下に通ってんの、これ。ちょっと暗くて分からんけど、こう下に通って、こう行って、右行って、上行ってもうてるわ。え、あ、ほんでこれをやな。こうや、ほら、これでエレベーターの方にこう、ちょっと見に、めっちゃ見にくいと思う。もう俺でも暗いから、もうみんな見えへんと思うけど、もう見えへんやったら我慢せ、その目で。もう無理、俺は。その目を直すことは俺には無理やから。まあ、とにかくエレベーターっていうのが光ったということですね。で、エレベーターに行けるっていうことやと思うんですが、ゲゲさん、チーズ。多分エレベーターっていうのは俺が行ってないところやと思うので、それを考えると、お、こっちは行ったよな。なんか、あれやと思うのよな。どっかドアが開いた。うわー言うやん、ほんで。魚のくせに。魚というルールを守る気がないもんな。開く？これ。あ、開いた。これなんか、追いかけられてきて、どこ行ったか俺もわからへんけど、まあ、とにかく開いたか、これエレベーターや思うわ。さあ、上に行っているのか、下に行っているのか、どっちでしょうか。ちなみにエレベーターって、上でブレーキがもしなくなってバーン落ちてギューンって下に落ちていたら、どうやったら一番死ににくいか知ってる？説明してる時にロードするのやめよう。
答えはこの下になんか大の字で寝るらしいで、下に大の字で寝てたら一番上からギューンと押してバーンっていう衝撃にも耐えられるかもしれへんねんて。な、分かってても多分やらへんやろそれは。ん、ここはここにちょっと漁業医さんはいる感じせえへんけどな。もうすぐほんでボールペン置いてあるね。そんなにいるんかな。こことかほんでめっちゃ処理重いけど。あ、なにこれ、スペース漁業医ちゃん、これスペース漁業医出てくるかも。じゃあ、ん、どこ行けばいいの、こっち行っていいの。じゃあドア開けていくよ。このボタンすごいな。おー、あら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 、なにこれ、科学的な何かあるわ。ほら、このパソコンもあるしね。この宇宙に行けるような時代になってもこういうなんかデスクトップパソコンになってん、何な、気候かな、何なんそれは。ケスの穴か、なんか分からへん。何がそれ違う、弱点なんか。いや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 、そんな弱点を何本で、このハサミ何にも挟む気やらへんやん、このハサミ。びっくりすることだらけよ、おいさんとしてはもう。そんなとこつくの俺、注射器かなんかで。あ、俺なんか書いてあるわ。これはフォトオブマザー、母親の写真なんこれ。ってことは何、母親いるってことか。何そんなんか追いかけてく。あ、ここも倒れてしもてるよ。俺 iPod を基本的に、あ、こんなんかある。はい、押してみよう。押せんの。あ、押せる。何これ、これでいいわ。じゃあ、え、できたんやけど、なんか、え、どうしよう、なんかできたで。これと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 これは、じゃあとこれでどう。うん、じゃあそんなん仮にいいやつできても取り出せんくないか、その構造では。ちゃうんじゃない、上のトッキーがな、出てきすぎなんやわおそらく。だ、出せ、ん、びっくりした、お前音、いや、そう、急に音切ったりするのはやめて。まあ、ここにもなんか書いてあるわ、これ。これはなんかサイクルを表してんのかな。一番左が魚で、魚からちょっと足生えてきた。あ、だいぶ足生えてきた。ほんで、だいぶかなり足生えてきた。もう足になったわ。それめっちゃもう足になったわ。言うたら、まだちょっと足生えてきたわ。なんの？何言うてわからん。何言うてへるかわからへんの。オンパレードや、もうほんま。で、結局この部屋に来た意味を何一つ理解せんまま俺は出ていくこととなんねんけども、このこっち側、反対側とかは行けへんの。あ、反対側には行けへんねん。反対側に行くためになんか謎解かなあかんのかな俺。これミッシングバイオマスなんとかって書いてるけど、嘘やん。きついきついきつい。あんな絵見てなんか解けとか。まだ三角関数解いてる方が可能性あると思うわ。名前しか知らんけど。え、だからここでなんか作れってことやろこれ。ちゃうの。サブミットって書いてるけどさ、スポーキウム、バサルトとか、そういう、何かここ、何か合わせていけってことやな。これ別に全部足したりしたらあかんのこれ。逆に。あかんのかな。あかんとかいいとかじゃなくて、できたもんがまず取れへんことにはさ、その意味もなかろうて、なんか他にヒントあったんちゃうかっていう気してるけど、俺。もっと可視化される字のなんかあったんちゃうかなと思うね。字でヒントが。なおかつ手前に。Need to find ASAP って何やろ ?Need to find ASAP って右下に書いてる。この ASAP が、ASAP って何？それ、ここか？これで A とか、もう A がないもんな。でも、A なんか2個出てくんねで。でも A ないもん、頭文字の。お？これ聞いてみる？ I spoke to Nina over the intercom and she hasn't changed her mind about going. She did have one last request though, to shift the power over to low consumption mode. We have just enough biomass identification fluid for one more ride with the elevator. So I'm going to go down to the machine hall and do that for her. But once I'm back, we're leaving. OK、わかった。じゃあ実はおじさんは英語はわかんねえ、リスニングはできねえけどね、ある程度できねえけど、エレベーターでとにかく一回戻ってくださいと。ほんで戻って魚いるところを何度か駆け巡って、ほんで探してくださいと。今何が必要かっていう、そのリストみたいなものがあるから、あ、それを探して、ほんでここに戻ってきてくれたらいいよって、いうふうなことをなんかここの科学者の人が言うてたらしいわ。うん、ほんでこれ動いてる。
もうそうやったらな、やったら閉められるようにせんでよくねっていう話なんな。これはあ、ちょっとこれ青い、どう、これちょっと青いです、アンセーフなんな。でもこれちょっと青いからこいつ使えるんちゃうかな。これなんか一応色見ていこう。色見ていったらなんかわかるかもしれない。ほらこれちゃうねん、絶対これちゃうわ、バサルトは違うねん。これセプテンバーは、セプテンバーの色見して、あ、セプテンバーの色いいわ、色よし。ちょっと待って、だからこれ色同士で配色していけってことちゃう。ノベラベレジスクの色何、ノベラベレジスクの色茶色なんだ。でサルモネラ菌の色は紫なんだ。これはマリニウムはマリニウム緑や、マリニウム神経衰弱ちゃうか。マリニウムとスポークスマンは緑やから、これで緑でできるはずで、どうちゃうわ。でファウンドリテラシーは、ファウンドリテラシーの色と ノーベンバーラブは、あ、ノーベンバーラブとファイフットコリでできたんちゃう。なんでやねん。え、でも近い、ファウンドリテラシーとノーベンバーラブとノーベンバーラブってどこ、ほのここれは、あ、ちゃうけー。セプテンバーアドベンチャーや、セプテンバーアドベンチャーとこのアンボタニカリリウム、あれ、なんでセプテンバーアドベンチャーとアンドボタニカルリウムは同じ色なんだかな。え、こことここでそれができるやん。なんかこれに足していくんやと俺は思うねんけどな。やったら思い切って俺こういう配置ってどうやろ、答えとして。あ、ちゃうわ絶対。でもこれに足していくっていうことで考えようかな。もうおーっとできた。なんでな、答えはアンボタニリウムとノーベンバーラブとセプテンバーアドベンチャー、この3つでこれできたから、よっしゃな。なんとでもないね、言語なんか超えんねえから、世界を超えんねえから。多分ここやと思うのに違う、ほらここなんか出たって、バイオマスなんとか言うて、これでここ満タンにしました。あ、開いたわ、おっしゃ、ここクリアや、ほら なんとかクリアしたわ。一切魚関係あらんけど、でもまあ魚の進化の過程とかそういうのを見ることができたからね、多分そういう勉強にもなるし、なんかあとヒレのところにペッペッペってなんか気候みたいなやつをつけみたいな、そういう、何があった、え、何墜落したんこれ、なんで壊れてるんでしょう、ちょっとよくわかんないんですけど、ここら辺はなんかすでに出てきそうな気してんだけど、これ見てみる、こうやって見る必要ある、もう出てるやん体、世界陸上やったら絶対フライング取られてるもん。これなんかまずそうな感じしてるね。これはなんでこんなところに植物が生えてきてしまうの、それは良いことでは、宇宙にとっては。なんか喋ってるけど、これまたなんか出てくるんちゃう、これなんか機械かなんかを直せみたいなこと言ってんちゃうかなと思うねんけどな。この入り組んだ構造出てくるよ、漁業医さん出てこへんか、漁業医さん、こっちか、地域終わりやな。あ、ストレージって書いてるわ、メンテナンスとストレージっていう2つの部屋があるから、この2つの部屋の方に行けるようにするのかな、今度は多分漁業医さんをかいくぐって。あ、ここもや、マシンホールやって、マシンホールも漁業医さんパンパンパンってこう打ち殺せるパンパンパンって打ち殺せるとことかあるんじゃん、ギョーギョー、あかん、ただただ酔うわ。ここ開けられるけど、ここもなんかちょっとごめん、もうなんか体が勝手にこう傾くやって、ほら体が勝手に傾くやってんねんけどな。テックルームやって、テクニカルルームや、これか、アンロックストレージ、うん、アンロックストレージリペアログ、うん、オッケー、ありがとう。でラストキーなんとか、 I think I must have lost my key card in the storage、 ストレージでキーカードをなくしたんだ、 I can do brother to find it right now、 うん、わからんけど探せってことやろ、了解、任しといて、オッケー。で多分ここでストレージが空いたから、ストレージに行けと。あれ、これだいぶでも攻略によってんちゃう、俺このゲーム、このゲーム520円なんで、そんなに長いことないと思ってるんですけど、ストレージやな、
おい、それ、開けていいの？うわ、もうギャン言うてないけど、ヨイさんちゃん。ヨイさん、新型やわ、絶対これ。なんか新しいギョイさん出てくる。進化の慣れの果て出てくるわ、ギョイさんの。違う？うわ、違う。普通にギョイさんやん。ヨイさん、ほら、ヨイさん来た、ほら。みんな大好き、ヨイさん。うわ、行った。しかも、そう開くんや、口。って言うんだけど、ほんでなんか噛まれた時の音。ゆゆいさん、ゆゆいさん、ちょこっち来て。はい、ゆゆいさん、はい、ゆゆいさん、はい、ゆゆいさん、おっしゃ、ゆゆいさん、こっち来させて、で、ゆゆいさん回避してこっち行くんちゃうか。違う、これ なんでここ、あ、キーカードがどっかにあるはずやねんけどな。この奥とかにないか、キーカード。いった、しかも即死や。口が4方向にさ、ピザみたいに焼くんやったら、もうそれは魚じゃないと思うねんな、ギョヨイさん。俺はすごいやん、このとこ登れんねん。ほんでこれ、この登り方ちょっと謎じゃない？でもこの登り方、これどう俺はこれ登ってんの？ギョヨイさん、ギョヨイさん、このヨイさんハマってしまった、どうしよう。はい、しっ、はいはい、はい、しっ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 、もっと早く、もっと早く、ほら、しよう、しっ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 、すごいやん、ヨイさん。もういいよ、ヨイさん。ヨイさん、行っていい？痛い痛い。ありがとう、ヨイさん。ヨイさん、行くな。鍵探さなあかんって言われてるからな。ヨイさん、ヨイさん、ごめんな。よっしゃ。村があるな、ギョギョイさん。ほんでもうギョギョイさんの攻撃力とか、ギョギョイさん一回あっちで巻くってどう？それ俺ありかなと思うけど、ここではもう拉致あかんから、ギョギョイさん一回来てもうて。すごいな、あの形。うーわ、こうへんねんけど。ほんで見て、あの形。全然ちょっと疲れたみたいな。うーわ、最悪、わけわからへんねんけど。で、一回ほんと引いて、なんでなんで閉まってんの？何その罠。閉まってた？あ、閉まってるわ。なんでここ閉まってんの？はい、ギョギョさん、おいで。おいで、はい、ギョギョさん。はい、上手、上手、ほら。上手に歩けてるわ。魚にしては上手に歩けてる、ギョギョさん。こっちやろ。はい、ギョギョさん、はい、こっちおいで。ほんなら、来れるもんならその二つの足で、立派なその二つの足。親からもろうたその足で来てごらん。うん、よっしゃ、ここや、オッケー。これでええやん。とにかくこれでギョギョイさんを回避することに成功したから、一旦ここまで行ってや。はい、残念でした、ギョギョイさん。また明日、ギョギョイさん。もうあんま動いたらしんどいねからな、ギョギョイさん、そんなもう喘息持ちみたいな声してな、やめといた方がええって、急に動くのは。うちのおかんもな、喘息持ちやから、おじさんわかるけど、ここやろ？ここバーって開けて、あいつが来る前に、と思わせて、一気に行く。なんでやねん。いった。おっしゃ、でもチャンス！いいぞ、被りが浅かった今。今、だいぶギョギョイさんの被り浅い。これでいけるはずやで。ギョギョイさん、残念だったな。バイバーイ。どっかにカードキーがあるはず。あった、これや、これや、これが欲しかったんや俺。ちょっと待って、これ俺戻らなあかんちゃん。じゃあ、またギョギョイさん回避していかなあかんってこと？うわ、無茶なこと言うわ。ギョギョイさんどこ行ってる？あれ、あ、ギョギョイさん、なんかギョギョイさん向こうおった。オッケー、ナイス、ギョギョイさん回避できた、奇跡的に。見えた、みんな橋に寄ってんけどな。よっしゃ。で、ここに持ってきたけど、これを持ってくることによって、なんか、あれできるとかない？カードキー使えるとかってこともない？あ、ここで使うんじゃないの？どこに差し込んだらいいかがわからんな。とにかく、漁業医さんがちょっと危ないから、漁業医さん、僕そっち行きたいんですよ。あれ、やだな。漁業医さん、ちょっとね、こことかに置くとかない？っていうことではないやろ。ヨイさん、僕そっち行きたいんですけどね。それ間に合うかな、僕。
すいません、じゃあ、ひょうさん、ちょっと僕、行かしても。なんなん、その着方。無理に足は生やさんでええって、ギョギョイさん。な？うまいこと使えへんねんから、絶対。と見せかけてみたいな動きしとる、あいつ。めっちゃうざいねんけど。これもタイマン張った方がいいんちゃう、ギョギョイさんと。どう？こうやって、こっち。え？よっしゃ、ゲットした。キーカードゲットして、ここからごめん、ちょっと安牌取って行かしてもらいます。向こう側に、このドアのこの閉まってるね、向こう側にギョギョイさんいるんですけど、そのギョギョイさんをこっちにあえて引き付けましてですね。で引き付けた後に、引き付けた後にこっちで回避しまして、で、そこで閉じ込めてしまうという方法で行きたいと思います。いや、もうええ。なんでそんな堂々と知られんねん、お前。娘でも嫁ぐんか？なんちょっとびっくりしてんの、お前。うわぁ言うて。こうや。これでほら、大丈夫や。で、多分戻るんじゃないか？これで、このキーカードをゲットして、多分戻ったら、どっかにキーカードを打ち込むところがあるってこと。あ、じゃなくて？なんかどっかのドアが開くようになってるとかそういうこと？じゃあキーカードを、あ、これちゃう？これや、ほら開いた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 。ここはマシンホールですって。機械がじゃあなんかあるん、うわ、またおるやん。もうちょっとスピード早めやし。ほんでさあ、ということでいかがだったでしょうか。本日お送りしましたザ・ウォーキング・フィッシュ2でしょうかね。これ一応ね、私全部一旦全部最後までねプレイさせていただいたんですよ。でね、あの1もあるのかなとちょっと調べてみたんですが、1はなんかね、調べてみる分にはなかなか出てこなかったんですね。もしかしたらこういう2と同じような販売形式で販売されてたのではないのかもしれませんけれどもね。まあ何せよ最後まで私やりましたけれども、まあもうそろそろ皆さんのところもね自粛は明けてきたのかなというふうに思いますし、大体まあそうだと思うんですけれどもね。ということで今まで私大体長い動画を上げてきていたんですが、今回からというかね、6月からぐらいは、まあ、いつも通りの尺でと、まあ、それでも十分長いのかもしれませんけれどもね。気になるストーリー最後はぜひ次回でお会いしたいなというふうに思います。と言いますことで、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。よろしければまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、本日も一日お疲れ様でした。